勝田タ元選手がプロデュース。3月1日より予約開始。トムスは2月14日。トヨタ画像レーシングから FIA 世界ラリー選手権。WRC に参戦する勝田タ元選手がプロデュースした。GR カローラ用パーツ GR カローラタイプ TK を発表した。 発売は2023年秋頃を予定しており、先行予約は2023年3月次日より開始する。GR カローラタイプ TK は WRC マシンのスタイリングを、GR カローラに重ね合わせたいという勝田選手のこだわりや、WRC ドライバーとしての思いをトムスが具現化した機能的で、 アグレッシブなデザインを持つのが特徴。フロントバンパーはエンジンやブレーキなどの冷却効率向上を狙い開口部を拡大し大型カナードとサイドフィンを追加することで安定した操縦性も追求する。リアには5本出しマフラートムスバレルが装着されトムスバレル専用のリアディフューザーと 相まって排気効率を高めているほか、サイドディフューザーやリアルフーイングも開発中とのことだ。売上の一部が勝田選手のサポートに、勝田選手はトーン F3 ドライバーの出身で、コラボレーションモデルの第1弾 GR ヤリスタイプ TK が、世界的に好評だったことを受けての第2弾の開発に至った。 今回の売り上げの一部は、勝田高本選手の活動に当てられるという、勝田選手のコメントは以下の通り、GR ヤリスに続き GR カローラでも、このようなコラボレーションをさせていただくことができて大変光栄です。また、今回もたくさんの意見、要望をぶつけさせていただきましたが、 プロ集団のトムスの皆様が常に前向きに受け入れてくださったことにとても感謝しています。見た目もかっこよく元踊り時楽しい GR カローラがさらに楽しい車になると思うので私自身楽しみで仕方ありません。多くの方に乗っていただき車の楽しさを感じていただけたら嬉しいです。